にちは。こんにちは。実は丸々が1億円売り上げてましたえぇ、ー、1億円もらえるの？いや、もらえない。あるものが、あるものが1億円売れたんだよね。売れた。じゃあそれを紹介しましょう。はい、じゃあ1億円売った人を呼び込みますか。あ、そうですね。あるコラボがだね。あ、そうです。うちが紹介したり、うちがコラボしたある商品が売り上げ1億円超えてたんで、うん、すごいな。1億どうぞ。マスヨネさんです。すいません。似てるけど邪魔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 1年前にコラボさせてもらったんですよね。うん、はい、それがあの釣り岡パッケージの、はいはいはい、これが去年あのコラボさせていただいて、はい、5000セット。うわあ。しかもこれ3つ束で1セットでしたよね。そうそうそう。3箱の 1.8 キロが5000セット。いくらだったんですか、それのこの青セットで。もろもろ累計すると1億円超えました。お札入ってない。5000万5000万くれませんか。5000万もう残ってない。これ大好評やった。いや、めちゃくちゃ好評やった。で、そのさ、うちのコラボだから売れたっていうわけじゃなく、もともと楽天ショップオブザイヤーっていうのを9回、うん、はい、あの受賞してるぐらいすごい。だって楽天いろいろ受賞してますよね。はい、うん、そうですね、はい、はい、おかげさまでカニのグルメ大賞とか、はい、まあ、総合ランキングとか、はい、だから多分うちがいなくてももともと売れたのにちょっと協力できたかなっていう感じで。でも本当ね、美味しいもんね。めちゃくちゃツイッターとかで見たよ。ね、めっちゃ見た。で、俺最近ハマってるのが、うん、あのちょっと先に言っちゃうけど、うん、このカニ味噌。俺も買った。最近発売したんですよね。半年くらい前でしたっけ。そうですね。はい、これ俺もう俺4、そう4回ぐらい買った。旗も買ってたよね。キムも買った方がね。すぐなくなる。これカニ味噌ね。もう本当ね。もう動画で何回も言ってるから分かってるだろうけど、すべてうまい。うなぎもうまいし、ホタテもうまいし、クイタンも美味しい。そう、俺もう先々週ぐらいにあのまたカニ味噌丼を自分で作ってくったぐらい。まあ元々とてつもなく美味しいから、それでコラボもあって、はい、すごい好評で、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。で今年は何が起きるんですか、今年は。去年大好評いただいた伝説の、はい、釣岡さんとの、はい、コラボセットを今年もなんとかやらせていただけないかということで、第2弾を準備させてもらいました。色が変わったプラス、はい、しかもいろいろ今回あるんだよね。かなり今年いろいろありまして、はいはい、開けさせてもらっていいですか。はい、はい、ちょっと開けさせていただくと、これだけ見ましたでしょ。うおー、ちょっと徳ちゃんも来て、徳ちゃんも来て。すげー、ちょっと徳ちゃんが関わってるんです。めっちゃかわいいよ。おお、ね、かわいい。そういう感じで始まる。これは買った人にしか見せないんですか。見せ、あ、いや、いや、見せよ。あ、でもちょっとありかもな、それ。どうします、どうしましょう、これ。これね、まあでも、この動画で公開させてもらって。この裏面にはあの徳ちゃんが描いたみんなの似顔絵、徳ちゃんが全部描きました。すごい。俺やろ、キムやろ、宗男くんやろ、畑やろ、徳ちゃんやろ、かわいい。これはあの山下清志ジンやろ、これ俺ね最初ね、うん、マスヨネさんでもやった、うん、したらこれ小玉さん。でこちらがまずあの、はい、もうほんと特別に、うん、あの徳ちゃんさんに書いていただけて、うん、はい、さらに、うん、こちらのめっちゃいい釣岡さんとのコラボハンカチ、かわいい、はい、で、あの今回まあこの 600g が3箱で 1.8 キロ1セットになってるんですけど、うん、これは3箱に対して、1枚お、はい、こういう形で、セットにさせていただいております。はい、はい、ハンカチもこのデザインも全部オリジナル、ここ、はい、ここ切ってなんかこう取っておきたいですね。そうなんですよ、はい、ちょっとなんか額とかに飾ってもらえるように、はい、すいません、言い忘れてました。こちらのイラストの料金が1億円になってます。じゃあ
ちょうどですね。ちょうどプラマイゼロ。プラマイゼロ。そこに使ったこと。ずっとあの1億だの5000万だと言ってるけどさ、売り上げだからさ、元の経費もかかってるからね。こちらの全然残ってない。経費はほとんどかかってないので。くれと。じゃあそれで今回またいつものように。はい。豪華カニ料理を作ってた。そうですね、はい、やったぜ。こちらでカニのフルコースということで、はい、まあ、カニ刺し、鍋焼き、はい、天ぷらもやってます。天ぷらもやもんね。いい、はい、ついでにリクエストがあるんですけど、あの俺やっぱカニ丼が好きすぎて頼もうと思うんですけど、こんくらいのカニミール、はい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 、棒肉、あれないっすよね、どこからしても。 あれまだ販売してないんですよね、あれ欲しい。これで俺やるんですけど、なんかこっちの方が絶対カニ単体としては絶対こっちが美味しいはずなのに、丼にするとあっちの方が合うんですよね、はいはい、そうなんです。やっぱちょっと塩分とか微妙なのがあるんで、ベタベタちょっと冬限定で販売しましょうかね。マジであのカニ丼を、はいはい、食べたいから、ね、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、はい、早速お願いしていいですか。はい、ちょっと早速調理していきたいと、社長自ら、はい、思います。よろしくお願いします。お願いします。もうあの慣れすぎてあのちゃんと紹介してなかったけど、はい、ね、はい、社長と松田さんです。当然すぎておりますね。すいませんね、なんか、はいはいはい、なんかもらったやろ。カフェオレをものすごい大量にいただいて、イラストのお礼でって言われて、はい、もうちゃんと、そうですね、あの1億円の代わりこれでかい。これは1億よりこっちの方が喜ぶ。しかもね、ちゃんと飲むカフェオレをね、洗練されておる。ありがとうございます。早速1本。すいません。飲むんだ。あ、そうなんですよ、成功ももう11月。香箱ガニ、はい、あの成功のメスガニですね。そうそう、あれ食べたい。あれ食べたい。そう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 、ね、あの塊めちゃくちゃうまい。あれ美味しかった。今年はアリマあります。あれ嬉しい、どっかつよる。はい、で、はい、そうですね。で、ちょっとカニの、あの紹介だけ、あの念のためちょっとさせていただきたいんですけど、まあ、今回のカニ、実はこのパッケージとか、はい、このコラボの特典もすごいんですけど、あの実はカニ自体にもめちゃめちゃこだわってるんですよ。通常のこの 600g の3個セットって、あのヨーライさんも食べていただいてると思うんですけど、ちょっとこれ、大きいの分かります？あー、これすごい。あ、ほんとだ、ほんとだ。いつもより全然でかい。あ、確かに、確かに。釣り岡さんとのコラボセットに関しては、はい、あのこの 2L から、まあ、3L サイズの大きいカニだけを厳選して入れさせてもらってます。ありがとうございます。すごい。食べ応えも大事じゃないですか。はい、通常のやつはちょっとあの L サイズっていう、ちょっとワンサイズちっちゃいサイズも入ってくるんですけど、これに関してはこの大きいとこだけあの入ってくるんで、あの去年もめちゃめちゃあのレビュー評価も好評だったんですよ。うーん、あの毎回俺言うけど、はい、カニってちょっとお高めじゃないですか、はい、ちょっと年に1回とかさ、ちょっとご褒美として買ってほしい。で、やっぱお店行ってもさ、何でもそうだけど、外れがあったり当たりがあったり、高い金出して後悔したりとかあるけど、これは絶対に後悔しない。そう、だからうちに持ってきてくれるのいいの持ってきてるとか絶対ないから、俺プライベートでめっちゃ頼むけど全部当たりだから、本当ちょっと自分へのご褒美でちょっと買ってほしいですね。ぶっちゃけこのあれだったら安いですよね。安い、うん、そうなんですよ。公式サイトが一番お得っていう形で今年は、うん、やらせていただくんですけど、お値段もちょっと頑張って、うわー、差し上げますんで、はい、ぜひちょっと、ちょっと早速解凍していきましょうかね。カニはあの流水の、はい、あの解凍でやっていきますので、はい、この名前、ね、グレース、グレース、そうなんですよね。はい、このフィルムも取ってもらって、ちょっとこの表面にグレースっていう氷の膜がついてるんで、もうこれはもう直接、うん、はい、あの流水当ててあの解凍しちゃいます。これで味が落ちる、はい、そう、あの、そうだけど、まあ、そうだ、そんなことない。あのこれ言いたいのがさ、通販系の料理ってちょっと解凍の仕方がややこしかったり、レンジで何秒とか言ったらさ、でちょっと焼けちゃってるじゃんとかさ、いろんなことあるけど、このマスヨネさんのいいのって流水でやるからミスがないんだよね。せっかく買って
ちょっとチンの時間間違えた、茹で時間間違えたで美味しく食べれなかったりするけど、水で流すだけだからミスすることがないし、あと自然解凍でもないから時間かかんないんですよね。はい、もうほんとさっと5分ぐらいで5分ぐらいでもうすぐ食べれるっていうのが、そこがねまたいいポイントだと思います。すごいいい説明。いや、もう自分でいつも思うもん、食いたい時に冷凍庫から出してすぐに食えるって。じゃあ褒められた。褒めてくださいよ。今の良かったでしょ。あ、今のはあのバッチでしょ。よし、これでプラス1000万。くちゃんに分かるように説明すればいい。あの、例えば釣り旅中、釣り旅とかによって牡蠣はごちそうしてありがとうございます。めっちゃ美味しかった、生牡蠣。今日は会社の T シャツじゃなくてよかったんですよ。あ、本当だ、あら、すいません。いや、あの、僕ずっとこれで仕事してます。で流水で、はい、これで解凍 OK ですね。早いね、はい、これでね、ミスなく、うん、なんならもう食えますからね、うん、この捨てた汁でご飯炊いたら美味しいんですか。これはちょっとあの普通の水水道水が。なんかでも今まで食って一番美味しいものって、だいたいお店だったりさ、うん、あの高いとこ連れてってもらったのが忘れられないとかあるけど、通販でそれが味わえるんですね。それがすごいよね。すごい。これで3箱分。そうですね、ちょうどこれで3箱の、うん、1.8 キロ分になりますね。はい、すごい。はい。あ、すごい。ワンセット買ったらこんだけの量がある。そうですね。うん、これ3箱で、5、6人前っていう、感じですね。はい、はい、めっちゃ綺麗。大きいな、ね。はい、こちらが天ぷら用ですね。天ぷら用、うわぁ、そのままかぶりつきたい。で、天ぷらするときはこの下のあの殻、はい、だけあの取ってもらった方がいいかなと思うん で、 なるほど。でちょっと水分取っといてもらう感じですね。なるほど。朝からカニが食べれるぜ。豪華なカニが。何が一番好きですか？刺身です。肩は俺結構あの焼きが好きかもしらん。バター焼き、うん、いろいろ分かるけどさ、うん、じゃあ全部今後一生どれかしか食べれないって言ったら俺やっぱ刺身やな。キム何が一番好き？カニ料理かっこいいやな。しゃぶ、しゃぶよね。なんかね、うん、あ、しゃぶか、しゃぶか。焼き、ちょっと味が飛んだりするときはあるもんな、なんか焼きすぎたら。あ、そう、難しいですよ、焼き方が。うん、そう。これじゃあ、松枝さんに作ってもらったバター焼き。でもさ、いろいろ食べた後にまた刺身に戻ると刺身。刺身がうまいよ、これで。刺身と、俺焼き。焼きと、うん、しゃぶ。刺身よね、刺身。聞いたでね。児玉さんは、超しゃぶっすね。あ、しゃぶか。焼きじゃあドンって言おうかな。量がいけないと思うんですよね。で途中しゃぶとか挟むとまた、多分 ここにあるの全部刺身でいける。ペロ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 ってくる。今回味噌をどう使うのが俺気になる。味噌は丼に挟むもんってしか今思ってないけど、今度から単体で食べる味噌。食べながらね、ビッとして。いやね、もうね、しかもさ、これちょっと身が入っとろうが、あれがうまいもんね。でも新たなその料理が楽しみだな。この味噌を使ってどんな感じにしてもらえるのか。だからこの動画見て同じ料理したらいいですよね。お、あげちゃいますか、徳ちゃん。はい、徳ちゃんあげます。徳ちゃんあげます。よー慣れてますね。なんかの写真で、おお、すごい、なんか何それ、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 これもつけてます。ヨヨさんが真似するよ。あー、おらんで、おらんで、おらんおったー、真似するやー、ドヤ顔でしたっすね。なんか、なんか見た時に撮った時に、あの松
砂さんが映ったわけ。あれだ、あのサムネだ。うん、サムネで、あの巨大アナゴ釣り時のサムネ、もうコメント大量だったもんね。トクちゃんかと思った。トクちゃんいないもんね、その時ね。しかも俺が見てもトクちゃんじゃないんだもん。俺が見てもよう分からない。特に、たぶんあの通りは、ほんと一緒の髪型が多いかな。そう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 。揚げたて行きますね。行っていいっすか。じゃけ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 7分の3。よし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 、最初はグーじゃけぽい。最初はグーじゃけぽい。うわあ。最初はグーじゃけぽい。うわあ。最初はグーじゃけぽい。じゃけぽい。うわあ。あと1人、あと1人。最初はグーじゃけぽい。よっしゃー。塩つけてもらって、ちょっと、はい、本当に3つしかないって時やったら、このままの加点とか、そうね、はい、自分の分を、うまそう。すいません、お先にいただきます。揚げたてのカニの天ぷら、うーまっ。絶対うまいな。青いただきます。絶対うまいや。いただきます。うわ、絶対うまいやん。うまっめー。これじゃない、無限に食えるやつ。これやん。これやば。ちょっともう、おい、ちょっともう幸せか。なんか、ゆっくり食べていきたい。うまっ。たまにはじゃんけん買ってるぜ。天つゆでも行きたいね。塩もうまいけど、天つゆも行ってみたい。なんかね、甘みがすごい。天ぷらは揚げたてがいいですね。うまそうやな。じゃんけん負けた時こうでしょ。今、しかも順番のじゃんけん。あ、順番のじゃんけん。順番のじゃんけん。来た。わー、すいません。いや、いいな。さっき食ったのにもういいなと思って今揚げたてやけんね、まさに。いただきます。人望熱ないと自分は食のためだろう。いただきます。うん、うまいね。うん、もっ徳さん、一気にいったね。もったいな、もったいな。むちゃくちゃうめえ。この甘みが最高。なんか二段階コン、一発目入れたうまさと、噛んでるうまさと、とろんとね。これ天ぷらを作る自信がある人は、そうね、そうね、上手に作れる人は、そうね。お、一個余ってるやん。俺うまいね。うまい、衣までうまい。マジでうまい。うまっ。出た、ハンニャ。旗が本当にうまいもん食った時、ハンニャになるけど、ほら。ハンニャ出た。マジでうまい。バターで揚げたみたい。あ、わかるわかる。ね。めっちゃ濃厚。なんか辛くいよいやつ乗るよ。ボリボリ辛まくいよいよ。うまっ。これもから食べた。これでふりかけ作ったらめっちゃ美味しい。社長、お腹減りました。じゃあもうちょっとお鍋の準備もできたんで。あー、やったー。ちょっと鍋と焼きと。やったぜ。ありがとうございます。朝飯食わんけます。おい、真ん中座るけよ。はい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 。はい、真ん中と、ビアやめろ。うわ、来た。すいません。はい、はい、ちょっと2皿に盛り直しました。はい、喧嘩しないようにです。そうですね。はーい、はい、お刺身、鍋、焼きガニも何でも お好みで。もう食べていいですか。刺身から邪魔でかい。皆さん、いただきます。ちょっとポン酢、ポン酢、ポン酢取って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 、ポン酢取
ちょ、おい、でかいのこう。これ、ほらほらほら、ちょ、おい、また買おう。俺も買おう。あれ？そう、すごいすごいすごい。じゃあ、行きますよ。ほら、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 ほら。うぎょー。れよ。これはうまいよ。おいしい、おいしい、おいしいよね。つるんと。いただきます。これはやばい。うわー。食べたうめぇ、うめぇ、うまっ、うめぇ。誰見つけたとかにノーベル賞あげて平和になる。うめぇ、うめぇ、すいません。カニ爪でかブリブリよ、ほら行こうかな、俺もね。カニ爪でかっ。全部今回はね、2L、3Lをこれ1本ずつつけすぎてもいかん。カニの甘みをもっと楽しむ甘みが食べようがなくなりますね。爪と味が全然違う、うん、違ううまさ、うん、ほんとね、うん、わ、超でけえのあんじゃん、うん、こだまさんのもでっかでっかクリーミーやね、うん、ほんとクリーミー、激甘、激甘ですね、うん、すめうまいか、これもうこれ午後から仕事並んで一日食べてたし、うん、朝起きたってきたら歯磨く感じで、カニこんなでっかいの口に憧れるのが幸せや、歯磨きます、うん、うまー、おいさ、マジでカニ、カニなら無限に食べれる説や、マジ言います、ちょっと松永さん協力してカニも焼いちゃっていいですか。はい、あー、はい、バター焼きだ。うわ、うん、うわー、やばな、なんか溶けるもんな、すごいな、それも食ってみよう一回、やっぱ刺身で全部なくなってしまう、うまいよ、うん、うまい、うん、あ、醤油もうまい、九州の醤油でね、あら、あ、醤油もうまいぞ、この型がつっちゃう、これをね、トーテスト、いや、マジこれをね、下品にしゃぶらんというか、わかるよ、これうまいもん。年末、じゃみんなのお正月の集まりとか、うん、年末ね、いや、マジね、こいね、コラボしてるからじゃないからね、本当にうまいからね、本当にうまい、本当にうまいから、本当に買ってくれ、もうおごってやってねえよか。うわぁ、ほんと食ってもらう、うまいもんで進める、うまいもんって、いろんな人うまい気持ちいいや、ね、共有したいもんね、うまいもんってね。あ、焼きもん焼いてよ、あー、また焼き、うわぁ、焼き、焼き、それがまためっちゃうまいもんね、うまいもんいいぞ、いただきます、いただきます、うっひょー、バターと塩コショウ、あ、そうっすね、バターと塩コショウ、はい、カニの泡のね、これあの手が汚れる系の食べ物って本当に普段あんま食わんか敬遠するさ、もうね、カニやったらね、汚れていい、もう別にもういいもん。うん、うん、うんま、うん、焼きはマジでうまっ、バター焼き、うん、甘みがうまー、マジ甘みがマジだったの、マスクネさんの焼き方がめっちゃ上手やもんね。マスクネさんが言ってくれたバター焼きが、うん、いい、バター焼き、でもさ、こうやって買ってくるとさ、うん、バター焼きが一番好きかもしれない、うん、でも一生一個だけ出たら刺身かもしれない、うん、俺もうちょっと今日寝れんよ悩むわね、うまっ、これは、あー、その鍋のカニ方うまいもんね、出汁が出るもんね、これあの、お鍋の時もほんと10秒ぐらいの、うん、あの加熱でいいんで、ほんとさっさっとレアぐらいで食べてもらうのが、うわー、しゃぶいいね、じゃあちょっと行かせていただきます、うん、あー、ちょっと食べてください、はい、うめぇ、でもう半生ぐらいで、うーん、はい、あの、はい、あの刺身でも食べれるカニなんで、はい、これぐらいの半生でヨーライさんです、はい、マジか、これ、ポン酢とか、なんかこっちいただきます、あー、うまー、しゃぶしゃぶ、そのまましゃぶしゃぶ、はい、半生、うん、これ、繊維がほらポロポロってなりますもんね、うんまー、あー、
これもいい。悩む。これはまたうまい。え、マジなんか甘みがシャブ、まあ、シャブがいいかもね。ね、シャブがいいかもしれん。ポーズつけた。あざっす。本当にシャブっちゃって。でもさ、とっちゃんの言ったこと、天ぷらの時言ったことさ、うん、なんかバターの味がするっていうかさ、うんうんうん、甘い。そんくらい甘いよね。甘みが。甘みやばい。うまっ。いやマジこれ食ってほしいか。本当に騙されて。どれ食う？騙されたと思ってじゃなくて、うん、もう買って。どれが一番甘っ。なかった。決め切らん、決め切らん。でもダメだ。毎回あの一口目のうまさよ、ね。本当に食ったことない人食ってほしいってさ、うん、コメントにも書いて、うん、頼んだことある人、うん。マジでうまかったっていうコメントいっぱい来ると思うけ、うん、食べたことある人書いて。おすすめするけどさ、一番反響があるよね、ツイッターとかでは。めっちゃ来るもん、カニ買いました、ね、本当に美味しかったってね、うん、なんかありがとうございますぐらい来るもん、ね、こんな美味しいの教えてくれて俺、ポン酢にいつも鍋の時ポン酢につけて食えたけ、うん、刺身の方が好きだったけど、ほんと、何もつけんやったらめっちゃくちゃうまい。鍋の出汁の味がしてですね、カニ、うん、本来の甘みをね、うん、いや前回来ていただいた時、あのでっかいやつ、ああ、うん、でっかい鍋でやったあの茹でがめちゃくちゃ美味しかったんで、確かに、うん、マジ鍋はみんな何もつけずに作ってほしいです鍋の出汁の味で俺も食っていい？もう戦争や、ちょっともうあとは真剣にみんなで戦争をしますごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。本当に買ってほしい。釣りおかんのはいやーって言ったら普通のやつでいいからね。お前らが得しそうやけんとか、うん、みんなもう普通のでいいけん。買ってマジでうまいけん。この後、ちょっと増水してくれるんですよね。うん、そうですね。で、カニ味噌で。はい。で、カニ味噌を使った増水を、マスヨネさんの方のチャンネルで、今からやるので、あのチャンネル、ぜひ覗いて登録してください。はい。このコラボの概要を説明してもらってもいいですか？そうですね。はい。最後に、まあ、今回この 600g の3箱の 1.8kg のセットで、お届けになります。はい、この、限定のハンカチ。やこの限定のコラボパッケージのセットになっております。で、あの概要欄の方に当店のまあ公式サイトと楽天市場店の方の URL 貼っております。一番ちょっと公式サイトが今回あのお得、はい、お値段的に一番ちょっとお得になるような設定でやらせていただいているので、ぜひよかったらチェックの方していただけるとありがたいです。 Amazon とか楽天でよく注文してたんですけど、はいはいはい、こうマスヨネさんの、はい、マスヨネで検索してこう、うん、買ってたら、うん、たまにマスヨネさんじゃない、うん、あのやつが混ざってきて、あれホタテいつものじゃないと思ったらあの検索しても分かりにくいんですよね。すよ、ちゃんと名前見ないといけないから、はい、最近僕は公式ホームページから買うようにしてるので、はい、皆さんももう常連さんはぜひ公式ホームページの方で買った方がそういう間違いないです。あの実際今ねあるっちゃホタテが開けてもいないっていうこともあるので、はい、概要欄の方に、はい、クーポンとかお得な情報全部貼っておきます。はい、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。めちゃくちゃうまい。幸福度 100%。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら。料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。